有名大学しか行きたくないです受からなかったら浪人して頑張ります。滑り止めは受けるべきですか？そのような大学を調べてもモチベーション、そのような大学を調べてもモチベーション上がります。有名大学に行きたい理由はじゃあ述べて、なんで有名大学いいんですか？この人、今聞いてて、なんだろうね、別に有名大学に行くことが目的であれば、いいんじゃない。だけどもうちょっと待って、受からなかったら、ああ論じて頑張りますね。滑り止めは受けるべきですか？ちょっと待って、ちょ言ってることと、書くことが、滑り止めなんて受けるべきじゃないだろう。有名大学しか行きたくないんだろ。で、有名大学で、受験ケチしてたよな、これな、きっとな。なるほど、有名大学しか見えないんであればそれもそれでいいんじゃないの。ただ有名大学、に行って何したいかなんだよ。ちょっと書いて、有名大学に行って何したいの、なんで有名大学に行きたいの、理由ちょっと教えてください、簡単にね。これとても大切なことです。はい、モチベーションが上がらないというのは、有名に関して、レベルが高いからモチベーションが上がってるってことだよね、きっとね。そういう人もいるんだよ。で、それが本質的な幸せをつかめればいいと思うんだけども、これが自分で思ってるといいね。ただね、親とか、周りからね、高いところを受けろ、高いところはいいんだ、高いところに出る、吹き込まれて、こういう思考になってるのか、自分がそうじゃなくて、有名大学で何をしたいのか、どういう気持ちないか、優越感を得たいのか、有名だからその言葉がブランド志向なのか、いろんなことがあるだろう。それをちゃんと書いて、はい、すぐ今のうち。あれ、回答ないわ。ちょっとこれはちょっと話したかったんだけどな。有名大学しか行きたくないですっていうの、これちょっとどうして、有名大学しか行きたくないのはどうしてですか？なんで有名大学しか行きたくないのに滑り止めを受けるべきですかって質問するの？有名大学しか行かないんだったらそこだけ受ければいいだろう？うん、別に、総長言ったのは、偏差値を見て、大学に入って何があるか、何もなかったという人、ことに気づいて、そしてそこから人生が変わってしまったという人たちがあまりにも多いので、特に頑張った組だよね。ちっちゃい頃からいい学校入っていい大学進んでいい会社に入るのよって言われた昭和平成志向の、親御さん、そして子供はそれを信じて頑張って、そして高い大学に入りました。さあ、何がありましたか？大学の偏差値は高いが、やることが何もないとかね、自分に中身がなかったことに気がついたとかね、そういうことになってもう本当に精神的におかしくなっていく子たちが多いという話で、この子は一体どういうことを、有名大学しか行きたくないのか、これはちゃんと答えてくれ。大切なことだ。なんで行きたくないのか答えろ、ちゃんと答えて。これ経験生だ、これ今話したことがあるね。はい、ちょっと意見を聞いてね、きちんとして、僕はね、これね、 100% 否定してるわけじゃないのね。ブランド志向の人とか、そのなんかもう高いものしかこう嫌だとか、そういう人の徹底してる場合があるんだよまれに。で、それが自分の内心からこう出てきて、自分が思ったこと、自分の信念になってる場合もあるんだよ、まれだけどね。で、そういうものっていうのは大体作り上げられてる、幼少期からね。で、それをもし自分から思うのであれば、これは否定できないからね。全然ね、有名大学行って全員がポシャるわけじゃないんで、そういうわけじゃないんでね。それをただちょっと気になるのは、有名大学しか価値がないと聞こえるんだよ、そこなんだよ。で、大学に行く価値って、目的って何かっていうのを考えてみると、そこで有名大学っていうのは、これは誰が作ったものなの、世間一般の話、どうして作り上げたの、有名大学がどうしてそうになってるかというと、偏差値表が、その偏差値に従ってみんな奴隷のように受けて高い大学と決まってるからでしょ。でも、そういうものっていうのは、大学って学ぶものだから、偏差値が高いのは学べないから、学ぶないに直接は関係ないと思います。で、先生、偏差値が高ければそれなりにいい大学のはずだみたいに、
それなりってどういう風なのかな、具体的にどういう風にいいのかな。じゃあ高くない、まあ、普通の大学っていうのはどこが良くないのかな。まさか偏差値そこに入った人たちがそれだけ人間がいいっていうようなことが言えるわけでも、あ、でもそう思うかもしれないね、はい、ということなので、これは大問題なんです。ちゃんと答えてもらいたいな。